こんにちは。中日のログインボーナスからまさかの直樹を獲得できて朝から叫んでしまったペイです。14日の更新でエキサイティング第2弾が登場しました。巨人では岡本選手が登場しています。今回はエキサイティング岡本選手を求めて無料10連でなければエキサイティングガチャを60連加えてキャラバンで獲得した契約書の開封をしていこうと思います。ちなみにこのチャンネルではプロスPSの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろんそうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。いやー、ついに来ましたよ。アーティスト岡本選手を獲得する時が。一応能力のおさらいをしておきましょうか。弾道アーティストミート73、パワー85、走力61のパワー型で守備よし、特能もエキサイティングで連発が白熱になって最強になってます。通常の岡本選手を持ってない方は絶対に獲得した方がいいですね。というわけで早速引いていきましょう。じゃあまず無料10連からお願いします。待ちに待った岡本選手の登場ですからね。無料で取れたら超ラッキー。さあもう一声。演出は渋め。当たった？マジ？マジこれ？マジこれ？ガチ？本当に？マジで言ってる？ああ、びっくりした。これ確定だよね？マジで？本当に？よっしゃー、神引き。やばすぎマジで。この勢いのまま契約書の開封いっちゃいたいと思います。コメントでポランコ選手の使用感が気になりますっていう声があるんですよね。ぜひ当てて使いたいですね。まずはゴールド4枚と 10% 契約書から。次にキャラバンで獲得した S30% 契約書4枚引いていきます。 S ランク最低1枚は欲しい。スキップ。ナイス極意書、ナイス極意書きた。マジこんなことあっていいの？やばすぎる。